しあなたに恋するために生まれたのかしら。薄い壁越しに言うは一人つぶやく愛して飾り続ける愛情暗い密室の中で愛しいあなたの顔触れて撫でてみたいな。これはこれはお客様綺麗な女の子のそんなに好きなら言って脅しで箱に詰めるわ。燃える写真をするあの子今どうしてるかしら。私も好きにさせるわ。両本にしたいわ。なんであなたが言ってるの？どうしたの？これのもの段ボールに詰め込んだ体を抱いてあげる。ドアの向こう側にプレゼントを置くの。あなたが好きな子猫の首を毎日一つずつ。燃える写真をするあの子そんな子今の私が愛してるよ。そんな言葉数すぎて別れるわよね。あなたは